人生柿色のエンジョイゲームタイム。はい、どうも、人生柿色です。俺たちと PS4 と40代プレイとですね、今回プレイするソフトは逆転裁判になります。よろしくお願いいたします。それでは続きをやっていきましょう。ゲームスタート。あー、ラスト尋問怖いな。行くか。とりあえずけど揺さぶらないと証拠品でまともに勝てるようなもんがねえからな。とりあえず言っていこう。車の中、研究員関係ないか今ここは。出すあ、クソ、マジでクソやわ、ほんま。ちょっと待って。そうそう、音がもっかい、いそうそう、言わせてくれよ、そこはよ。ダメだー、あかーん、あかんわー。マジっすかー。誰が言った今。待ったって誰が言ったの。誰っすか。え、なんで。僕が。違うね。
はっきり立つな。頼むよ。よし、ナイス。身代わりになってくれたんか。じゃあこれか。けど写真、これをどうやって見つるぎっていうふうになったんだろうな。これか。やったか。うん、ここしかないぞ。気に入って。セットしてくるのに戻った、うん、双眼鏡、うん、双眼鏡ね。そうそう。ですよね。関係あるね。するよ。大丈夫か？けど違うよな。絶対こ、そうそう。だって音が鳴ったらカメラが湖面にあるのに流星なわけないやろ。これじゃい。そうそう。証拠？ヨッシーでしょ。そうそう、晴れそうでしょ。うん、
これで違うのにヨッシーでないわけがない。ほんまかよ。久しぶりに進行しちゃった。やっと自白しやがった。よろしく。さあ、溶かしてみたら湖にボートが浮かんでた。他に見るものがないからずっとボート見てるしかない。男の手元が光ってもう一回音が聞こえた。そうそう、あったはずだ。行き当たりばったりだからな。わかりました。厳しいな。他に見るかな。ここだ。ここしかないな。これだ。やった。普通はね。出なかったんかい。競技拡大しすぎちゃったな。そうそう。いや、そりゃ田澤さんとあかんだろう。これでかんと。
義あり。嘘。おお、言っちゃったいやり。なんで生きて。よし。やったぜ。あるよ。そこだ。これだよ、これ。左手。そう。これわかるよ。これだよ。右手の指紋だよ。そう。やったぜ。どや。まあそうですよね。誰が撃ったんだろうなっていう。被害者自身。1m以上離れてますよ、垂れてる。よかったー助かったわかりましたー。あー疲れた。本当よ、なんか言ってくれよ。分かってるって。よし。音か。
はい、ということで今回はここまでになります。皆様お疲れ様でした。ありがとうございました。なんとかね1日目のシンディ乗り切りましたけども、まあけど全然まだ事件の概要がわからない。なので次の探偵パートが非常に重要になってくると思います。またご覧いただけると嬉しいです。またねプレイステーション4のソフトに関しましても様々なタイトルをプレイしながら思い出を語ったり率直な感想を述べたりしますので、よろしければコメント等をいただけますと嬉しいです。コメントがね苦手だなという方はグッドボタン高評価を押していただけますと活動の励みになりますので、チャンネル登録なんかも合わせてよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。お疲れ様でした。ありがとうございました。このチャンネルではコメントや高評価チャンネル登録など首を長くしてお待ち申し上げております。